第1回クイズドレミファナール。こんにちは皆さん、どうもこんにちは、始まりました。サニーチです。何ですか。本日は皆さんお集まりいただきありがとうございます。初めての初回放送なんですけれども、クイズドレミファナール、皆さん聞いたことありますか。ドレミファドン、はい、知ってます知ってます。この番組は曲を当てるというクイズ形式の番組なんですけれども、イントロクイズみたいな、まあ、そんな感じですね。最終的に曲を当てられればいい。今回音楽は流しません。なるさんから奏でられる。あ、私、はい、それが明日歌でみんなが当てるというクイズ形式のものでございます。そうなんです。司会者なんです。すいませんね、なんかつけられたなと思う。司会者みたいな。すいません、一つ言ってなかったんですけれども、今回の曲洋楽というか海外の曲だけになっております。ああ、洋楽私結構聴きますよ。そうなんですね、はい、確かにアニーの曲とかトゥーモローっつね。ということで今回はナルさんに海外の曲を歌ってもらって私は答えるという。私もクイズとか大好きなんで、曲も好きなので頑張って答えたいと思います。うん、準備は満タンですね。それではクイズドレミファナール。お、楽しそう楽しそう。バーン、アシアツザイ、アナルザイ、レイジェプセン。違う違う、違う。じゃあ続きをどうぞ。続きバーンドヘース、アシアツザイ。テイラースウィフトのシェイキットオフ。待ってた。止まらないんですけど、これが止まらない。男性もやるんだ。そういう感じなんだ。急にやりやすい。すごい、でも楽しそうだった。すごい。そういう曲も世の中はすごいね、ありますよね。それでは続いてどうぞ。あ、絶対はい、おい、人生で、ドンストップ。はい、最後まで歌わせろと。悲しみになって。なるというオーディオプレイヤーに落とし込むことでこんなに歌うになるんだなっていうのを今までの曲ってなんか節々が分かる曲だったんだけど、これ全部分かるからなんかこんなに変わるんだって逆にすごい不思議だなって思った。面
白かったみんなも YouTube で検索して聞いてみて、絶対聞いたことある。それでは続いてどうぞ。チャン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 I bet your body don't die. え、本当そんな曲？え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 ？
Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。